うちにもあのエジルとかオバメアンみたいに1人で解決できるタイプ、まあ,まあそれも相手のレベルによるんですけどね、そうな相手よりレベル高いときは、その選手に任しときゃいいみたいなこともあるんですけど、結局、相手の方が強くなったとき、その人の個人技に頼ってるチームって、その個人技炸裂しないと負けるじゃないですか。かやっぱりチームとしてまとまることが、チームを強くするためには必要なんですよ。ってなると、その個人技ある選手、 この力みたいなのが突出してる選手が、大技チームの選手に見せてくれるチームは、あいつがやってんだから俺もやんなきゃってって、まとまるんですよ。ただ、その選手がわがままだったりとか、ちょっとチームの,あの方向性とかと違うことをやってると、監督としては、うわ、使いたいのにそうしちゃうか、みたいな。だって、監督が勝つと評価されるから、勝たせられる選手を使いたいじゃないですか、当然。 で、オバメとかさ、愛汁とか使ってたでしょ、アルテタ。だから、僕はアルテタが何て言うんですかね、こうエゴで放出したってより、いや、もう勘弁してくれよみたいな、お前が頑張ってくれたら全然使うのにみたいな、そっちに感じちゃうんですけど、それは自分の状況と重ねすぎなんですかね。そう。みんなそうじゃん、監督の状況にさ、ダイブしたらさ、めっちゃ点取ってくれるとか、めっちゃアシストしてくれるみたいな選手いたら、使いたいじゃん。 でもその選手が遅刻したりとかミーティングしますって言ったらちょっと今旅行中なんでみたいなさってやられるといやだからってそれ出してたらじゃあ頑張ってる選手どうすんのみたいな話になるでしょってなると使えないんだよねってなった時にこのさアルテタの葛藤というかみんなその監督の条件だってさそれでさいやわがままな選手でも ちゃんと扱えない、お前がダメだって言われると、いやまあ確かにそこ扱えたら俺も一流なごしんないけど、でもそう言っても今はもうこの状況になっちゃったからみたいな。そうだから僕の話だとえ、これアンチロッティとかだったらうまくできたのかなとか、デルボスケだったらどうしてたのかなとか思いますけど。そうで、まあ一つ自分の中で、なんていうのかな、こう。 気持持ちを強く持てた俺、最低な監督だってなんなかったのは、本当に俺が悪かったらみんないなくなってるはずだなっていう。で、あのチームで、まあ、この力ある人2人、3人抜けちゃったんだけど、でもそれでも一番うまいやつ、まあ、この力あるけど、一番こういうの人がチームを勝たしてるなみたいな、個人的に思ったりとか、あこの選手がアシストが少ないけど、この選手いるときは勝ってなみたいな選手はみんな残ったから。 ねえだからそういうところでこう一つあやり方自体は間違ってはけいないんだみた,いなただそういう荒くれもんもなんていうのかなこう引っ張れるような親分気質みたいなのが俺なかったなみたいなありますだそういうのがあるってはたもしかしたら考えてるかもしれないわかんないよこれはただ これでアルテタをね、おばめ案を使えない、あの、扱えないから、一応扱えないからっていうのは、漏れ伝わってくる話、あの、ミーティング来ないとか、遅れてるとか、パーティー参加したというのだと、勘弁してくれよっていう方が、うん、アルテタに対して自然な見方かなって思うんですけどね。